が限定モデルって書いてある。あ、限定モデル。細いね、これ。めっちゃ細いです、これ。なんかちょっと印象変わりました。おもうちょっと指股が若干痛い。あー。はい、中山です。はい、光コーチです。はい、グローブレビューということで、第2弾。第2弾でございます、はい。今回はですね、こちら。でん。はい。ウールシュポルトですね。この、ウールシュポルトのロゴがでかい。お、でかっと思って。確かに。今までにはない。ないじゃないですか。ちっちゃいね、こんぐらいのマークで。ただ限定モデルって書いてます。あ、限定モデルですね。うん、これ高かったっすよ。結構高かったよ、まあ、2万円ぐらいしてるけど7号です、僕つけれませんね、光コーチ、はい、はい、こんな感じです。深緑的なてかさ、7号ちっちゃいな、かわいいねこんな感じですね。で、バンドはこれ、ここなんで観音開きタイプ。そうですね、こんな感じでよいしょ。こういう感じで開くタイプですね。で、手入れて、多分こう入れて、こう入れて。で、ちょうどね、これ、締めた時に、ここに、パーム面が来るっていうのはいいっすね。手首に。うんうんうん、しかも、これ、ほら、ここ、破けにくいように、これ、タブついてる。いい。こういうの。細いね、これ。めっちゃ細いです、これ。細いね、これね。中ずれとは何ぞやっていうぐらい、細い。フィットしてます。めっちゃフィットしてます。わあ、いい感じっす。いい感じ。すごいペタペタしてる。おお、すごいですね。どうすか。めっちゃフィットいいですね。細いんだね。細いです。はいはい。これすごいっすよ。おお、こう。いい音ですね。いい音です。で、これなんか今までと違うのが、こっち側手の。こう側で、外側でこう縫わ、なんか中に入ってきてる、うん、こっち側もありますね。ありますね、うん、ここの2つの指のところのパームがめっちゃ面積狭い感じがしますけど、あ、細いね、ここ指が、指が細いね、ここね。ただ、フィット感えぐいです。へぇ、いい、めっちゃいい。へぇ、ここら辺は人差し指とかは、人差し指も細いですよ、結構。へぇ、中ずれは特にしてないです。はい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 、はい、縫い目が当たったりとかも特にはないです。小学生6年生ぐらいからウールずっと使ってたんですけど、はい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 、なんかちょっと印象変わりました。おー、なんかもうちょっとゆとりあるようなイメージだったんですけど、はあはあ、結構フィット高いですね、これ。へえ、うん、片手は無理か、私握力問題私の握力問題だ。すごいベタベタ止まってる感じします。ああ、いいですね。なんか掴めてる感じがする。なんかこう、親指の下のところのパームの、はい、なんか安定感がすごいある。ここら辺の安定感。指股ら。ちょうど巻いてきてるところ。ああ、ここのちょうどこう巻いてきてるところですね。なんか、指ピーって開いてる感じがする。開いてます。蹴りますよ、はい、おえいえい、いいですね。こ、手の甲はどうですか。手の甲は薄そう。薄い、パンチにしましょう。はい、はい、あ、意外と大丈夫かも。お、意外と大丈夫。なんか薄いかなと思ったけど、はい、意外と衝撃あんまり。なんでだろう。なんでだろう。なんでだろう。意外と来ないですね。へー。なんかパッと見つけてる感じもそんな分厚い感じないんですけど。はい。全然痛くないかも。痛くない。痛くないかも。なんかキャッチした時に下のところがパーム面でしたけど。そうですね。はい。まあ、そういうキャッチ。でも取れちゃいました。ああ、いいっすね。ちゃんと下の方もグリップちゃんとある。はいはいはい。ちょっとだけなんか指股が、私サイズ合ってないのかな。サイズ、ひかりさんは基本的にはサイズ 6が基本中心なんですけど、けど7号です、これ。これ7号なんですけど、もう指先キワキワまで来てて、ああ。で、
キャッチングした時に結構こうグンってこう持ってかれた時に結構ちょっと指股が若干痛い。ああ、まあキャッチするとグローブ自体がガッて動くんで、そこの時に引っ張られて指股がちょっと痛いっていうのがあるんですよ。だからゆっくりしたボールは分かんない。あ、全然分かんないです。ちょっと強く目に蹴るとこう衝撃がグッて入ってくるんで、来る時があるって感じです。ああ。まあ大して気にならないですけど。OK。イングリッシュボールの。はい。ピュアコンタクトでしたっけね。ピュアコンタクト。やったんですけれども。はい、非常にフィットが高いと。めちゃくちゃフィットいいです。めっちゃいい、うん、で逆にフィットがその良すぎるがゆえなのかな、わかんないけど、ちょっとあの細めでちょっと小さく感じるグローブ自体が。あ、そうです。ちょっとサイズ感は気にしたらいいですね。ちょっと大きめ買った方が心配な人は、手の分厚さとかもあるじゃないですか、はいはい、ちょっと分厚かったり指が太かったりする人とかは、うんうんうん、ワンサイズ上を買った方がいいかもしれない、うんうん、で最近のキーパーグローブって手首が狭いんですよ、うんうんうん、ここが広いグローブはやっぱりこうな必要かなって思いますよ。あと、まあ、一つキーパーならではだと思うんですけど、うん、さっき中山さんに手伝ってもらったんですけど、はい、これ取るのが大変。それだけですね、脱着が。よっ、よし。こうベリってここはいいんですけど、こっちを剥ぐときにグローブのもう一個のこっちのもワシワシ、こっちの方ですね、はい、このワシワシっていうかマジックテープのこれですよね。そうですね、はい、にこうパームが、僕がちょっとグローブつけてないですけど、そうです、ね、こうグローブつけてたらここに当たって指先が破ける、破けるとか、あとはこうつけるときとかに結局こう引っ張るじゃないですか、はいはいはい、ここにやっぱマジックテープが来てるんで、今で言うとこういう風に触るとここのマジックテープにガンガンこう当たって指先が破けるっていう意味ですよね。はいはいはい、まあ、ちょっとキーパーだったら気になっちゃうかなっていう。ああ、なるほどね。感じはします、ね。はいはいはい。だから、まあ、どういう形がいいんだろうな。ここをつけた状態でこういった方がいいかな。多分。そしたらちょっとずれるから。ね、はいはい。ただフィッティングめちゃくちゃいいです。キャッチもすごいしやすい。グリップは？グリップも最高にいいです。うん、グリップも間違いなくいいです。まあ、あの非常にこうやっぱ高いだけに、うん、グリップ力、アブソルートグリップはもう本当に信頼できるグリップなんじゃないかなというふうに思いますんで、はい、ぜひですね、ウールシュポルト検討の方はね、こういうふうな大きいロゴもねかっこいいですんで、かっこいい、ぜひね、あの検討してもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、では最後にチャンネル登録といいねお願いします。お願いします。